Mario Chain。 Mario Kart。 音量注意、セルフ音量注意、実況者の鏡だ。じゃあ今日もマリオカートやっていきますか。まずはキャラ組から国内の誰かと好みでなんでお前そんなレート上がってんだみたいなめっちゃやりましたわ。いや、毎日やってるからね。ロイでいくか。まあ、ロゼッタと重さが同じなんで使いやすいでしょ。これでいいかな。はい。あ、人が少ない人が少ないな、これ人少なくない、これまあいいか。まあちょっと準備運動にはちょうどいい。これね、人が少ない理由僕知ってるんですよ。なぜかというとこれね、平日のなんとこれ真っ昼間から平日の完全昼前に収録してるんですよ。そりゃ少ねえわみたいな。さあ、相手のレート隊が、あ、でも俺ナンバーワンレートじゃねえかよこれ逆に嫌だわこれ。なんか勝たなきゃ使命感みたいな。ロイ可愛いですね。この音もちょっとなんかチャルメラみたいな音で、あ、これなんか調子こいってたら失敗した。まあいいや。まあ、しかもエレクトリックドリームかよ別にね、これね、言い訳とかじゃないんですけど、あんま得意じゃないんですよ、こうのステージ。まあでも、まあ、お前、なんちゅうもん持ってんだ。じゃあな。まあ、最初はいいんですよ、最初は。じゃあ、かっこいいのきっちり回収しつつ、ゆっくり取り。コインしっかり回収するの大事。テルさん、なっちゃん見えてる。これはまあ抜いてって。ちょっと待ってくれ早えなおい。ちょっとバナナ使って、バナナではない、キノコ。これマジで言い間違えるこれマジで言ってから、お、悪くないがどうするこれで、こっちも、ちょっと待って、これ3位。ちょっと待ってくれ。あ、2位見えてる見えてる、よかった。見えないレベルが一番やばいからね、追いつける余地ねえから。じゃあまあ、お、とりあえず1個投げて、で、これで防御アイテムが剥がれるから、もう1個でも1発投げる。あー、トップに行ってるな。ちょっと、もう1回食らってくれ。すまん。すまん、サスケ。とりあえず2位。ちょっとこれ1位を取る使命感があるの、俺には。これ取っとこう。次のアイテム取りたいから。これ前も言ったかもしんないけど、パックンはミニブーストかかるんで。スタートちょっと助けられて、オッケー俺の前に出るからにはそれ相応の覚悟してもらわねえと。1位だな、これ完全 TA してますみたいな。うわあ、ね、良い子のみんなもね、スター使うね、タイミングは考えなきゃダメだよ。これもう2位狙いますわ、おいもう消極的な目標。もう完全上の団子が見えてるから、まあ2位。うわ、1位早すぎない？今右側の方に映ってましたね、1位。テルさんの向こう、スリップスクリーン、ドーン。よし、アミだ、あとは。スターか、回らないが、よくもないみたいな。なんかスターのスピード速くなってる感異常だからね、マジで。あれ、今距離落ちてなかった。どうか、気のせい。うわ、危ねえ、いい攻めすぎだ。あ、これ悪くない。これもう使っていいかな、使っていいな。切れないでしょ、そんなスピードとか。ここ一回で、カーブ。アミアミ、うわー、くわーやったぜ。1位相当早い。うわー、1位早いな今回は珍しく少人数で。じゃあ次だな。あはー、ようこそができねえこのなんか、俺がゲームマスターだみたいな雰囲気出す技が精神ダメージ与えてこと思ったのに。チクタクロックか。まあ悪くねえな、別にそこまではまあめっちゃ苦手かっていうとそうでもねえから。いやー、これトップ3っていうか、まあ、2位だな、許せて。許せるの2位でしょ、これ。許せるの2位。まあ、やっぱ1位取んなきゃダメだな。これでも、アリオ相当早いぞ、これ。かなり上手い人だ。あ、メダルマリオも失敗してる。マリオカートは、割とレート上がりやすいんですよ。っていうのも、なんだろう。下がりにくい。上がりやすいっていうか、下がりにくくて、まあ、やれば基本的に上がるんだよ。
これね、すごいシステム的にはいいと思ってて、レートバンバン下がる感じにしちゃうと、まずね、まあ、言いたくないけど、なんか切断が増えそうっていうのと、あとやっぱなんか、やってて、もうギスギスしがちじゃん、なんか、あークソだわ、アイテムクソだわ、みたいな。でもレート下がりにくいからね、そういうのないんだよね。だからね、そういう意味では、このレートの上がり方の調整はスタッフマジでグッチョだと思うんですよ。まあ、あの、本当のガチ勢からしたら、ぬるいと思うかもしれないけど、ストレスなく対戦ができるっていうのはすごいいい、いいと思う。よし。とりあえずトップが見えてるのだけはいいな。いや、これでもね、トップも含めて団子ってのが少し嫌だな。いいか、チーム系。危ねえ。当たってたか。よし。痛い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 。てかさっきからさ、なんでこの当たるの？後ろ見ながら、後ろ結構遠いですね。これなぁ。俺がもうちょっと上手ければ、アミアミに近づいてドーンするんだけど、もう無理だ。使っちゃおう。コインコイン。相手もコインコインだ。でもこれ、赤コーラが飛んできた場合、俺がデコイに なるしかねえから、それが嫌ですね。最高速で勝ってねえかな。でも5セットだったら微妙か。これはインに攻めて。くそ、いい勝負なんだけどな。危ねえ、なんちゅうもん飛ばしてくんだ。あ、スリップスリーム来るぞ。あ、スリップスリーム来るけど、俺が立ち回りになってたらやばかった。これお前やめろよ。俺の尻尾食らってろ。尻尾じゃねえけど。俺の尻尾食らってるの意味不明さやばいわ。アイテムきっちり回収。これはスーパーエイトだろ、シンゴ。シンゴ今スーパーエイト拾っただろ今。わあ、うまいな。ボムヘきちっと当てられる人は本当にうまい。本当に当てられるボムヘっていうのはマジで強いですからね。最後ちょっと引き弱すぎない？でもお前を殺さねえ。スーパーエイト拾ってんじゃねえよ。いけるか。2位でいきたい。オッケー、いけそうだ。ああ、ちょっとヒヤヒヤしたが。まあいいでしょう。人結構増えてきたな。人が少ないからでもいろんなレート帯の人が、これ結構ね、人が多い時間帯に入ると、やっぱ近しいレート帯と当たるんだよね。例えば今俺3900ぐらいだけど、プラマイ1000ぐらいの人と当たる。イメージ。人数増えたこれ。2人ぐらい増えたか。どこでもいいや、もう。どこでもいいや。どこでも勝ちます。おぉ。ハバか。あー、レートチェック。ドゥルルルル。あ、これダメだ。1位取んないと。アミアミとちょっと競るぐらいかな。よろしくお願いします。いや、でもな、これたまにな、レート、あんまり高くなくてもめっちゃ速い人いるから。あ、これ失敗します。宣言します。宣言すればなんか失敗しても許されるかな、みたいな。違う、俺はね、やっぱみんなを後ろからこう見守りながら走りたいってやっぱ思いが強い、人一倍強い慈悲深い人間だから。ちょっと待って、バカなこと言ってる場合じゃないんですよ、ここは。一応上ルートというか、ここはここに置いて後続をこっちのルート来させないっていう大胆な作戦を取って。素晴らしい、素晴らしい。あー、ここすごい曲がりきるとこ。ユータユータ、キノコ、あ、こういうときにキノコ使うんですよって言ってました。とある実況者さんが。やっぱね、実況見ると勉強になるんですよ、立ち回りに関しては。キノコ防御アイテム。赤コーラー、赤コーラー。あー、キノコー、俺抜いた瞬間、君は死ぬ。よし、そしてキノコを強奪しながら、ダッシュもいただいちゃうと。でも、ここショートカットできないから、みんなに残されると。7位か。まあ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 、いいでしょ。いや、よくねえわ。俺1位取んなきゃいけねえだろ、使命感的に。ういー、よっこいしょ。出そうか。まあ、悪くない。早いうちに、早いうちに。よし。あ、俺のバナナ誰か踏んだな。このルートインスに当たって。あー、マジか。うぅー、あれ、飛びながらドリフトしていくっていう作戦。うぅー。優しい、後続に優しい。そしてピー、そしてロゼットは引く。あんま順位上げらんてねえな。星か、悪くない。危ねえ、今のダッシュバフに損ねる。おい、あの、ちょっと待って、あ、使うのちょっと早くない？回収したい、相手は。あ、
晴らしい素晴らしい、引きが素晴らしい、引きが素晴らしすぎて何の文句もねえよ。ここはショートカットですよ。でもいっちょいい感じ、2位をつけた。これ1位どこ聞くけど、あぶね、うまいうまい、ちょちょ、リカバリーのキノコ、あ、ぶつかりたくない、ぶつかりたくない、やだ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 、あーこれ失敗った、失敗だけど俺はキノコ、あーちょっと待って、俺食らいたくないよこれ、死にたくないよ、ミツ。よし、まあまあまあ、まあ、一応信号が見えるない、あーちょっと無理したか、無理したか、無理してない、無理してる、どうしようかな、引き次第引き次第引き次第で2位にもなるし、これは終了のお知らせでは、ちょっと後ろに、ちょー、これやばいぞ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 、これスーパー8拾ってるニキがいる、スーパー8拾ってるニキがいる、少しでも後ろに、よー、まあ2位か、まあいいか、いやー、慎吾さんが素晴らしい走りだな。あのね、レインボーロード好きなんだけど、苦手、好きなんだけどね、あんま勝てる、よ、ドス隕石か、よしよしよし、これもやっぱこれなんか今のところ2位2位2位で来てるから最後1位取りたいみたいな、それが2位それ以下、それ以下はダメだな、勝ちたい。このワリオ早いぞ、すごく、いきまーす。これミニターンかもしかして、うわ今日1回も成功してないのよ、今日の分いいよ、攻めていって、 OKOKOK、 なんか知らないけどなんか棚ボタン2位が好き、コイン回収してきたけど、まあいい選手ですね、コインですか、飛ぶかここ、俺もどうじゃ、やっぱ1位の人についてる、あれバコンパでは素晴らしいけどやめてくれうわうめえな、これ多分ね、カイちゃん多分2発とも当ててますよ、あれ、ちょっと待ってくれ、それ手放せよ、手放せってば、バクシーの発生、よしスタート、オッケーオッケーオッケー、ここはアイテム使います、じゃないとこれあの弾き飛ばされてショートカットしたいのに落とされましたみたいな、一番面白くないよってなるから、あーでもキノコ1個取っといた方がよかったか、まあでも結果論だわね、あそこ落とされたらもうなんか再起不能になった可能性が高いから、とりあえず待ってくれば、ね、自分に当たりそう、スーパー8拾って、うわーとっさに避けらんねえ、まあのんびりと、まだあと1周残ってる、いやでももう1周しか残ってないんだよ、みんなこれスーパーキノコか、スーパーウルトラミルクルハイパーキノコ爆発してる、一応上位の、上位じゃない、あー2位3位4位5位ぐらいの番号か、これやべえな、結構後ろから来るのすぐに、赤コールだな、ここで赤コール弱い、あ、これはアミアミにある程度削って、おいー知ってた、この昔の瞬間そいつは死ぬ、やっぱ分かってるようだな、後ろの後ろの後ろのあれ、なんだっけ、あの、なんだっけ、あのノートンじゃなくてマートンじゃなくてカートンでもなくて、なんだっけ忘れちゃったけど、テルさん、あなたの裏ではないが、ダメージを受けてもらいましょう、そしてそこのほら、やっぱ抜けねえんだよな、もともとこいつがスピードかなり速いんだけど、うまいの名前が出てこないやつ、例のあの人みたいなボルデモートみたいになってんですよ名前が出なすぎて、ネコマさんちょっと待ってくれ、じゃあ俺勝たなきゃいけないんだ、勝たなきゃいけないよ、みんな知ってるよね、わかるよね、みんなキノコ見る、うわぁネコマさんあかんで、それ今のエグいでしょ、グロでしょ、でもあれ完全、あーもうこの集中力の切れ方、切れ力に勝つ、切れ力に勝つ、うわあ勝ってる、よしよしじゃねえ優秀の醜さを晒してしまった、B じゃなく、まあとりあえずでもまあ227位、あーくそ悔しいですが、じゃあこのパートはここで終わりにしたいと思います、ここまでご視聴ありがとうございました、また次のパートでお会いしましょう、では失礼します。